Hey guys, welcome to Girls Interview Japan. I'm Honami. 皆さんはどれくらい年の離れた方とお付き合いしたことがありますか？日本人女性はどれくらいまでだったらお付き合いできるのか、年上が好きか年下が好きかについてインタビューをしていきたいと思います。動画の最後では私がどう思っているかもお話しするので、最後までぜひご覧ください。それではインタビュー行ってみましょう。よければ年齢を教えていただけますか？15歳です。ありがとうございます。Starting the 15-year-old in Europe, the age of consent is 14 to 16 kind of, and yeah, but still, like dating someone much older could be a little awkward.あります。同い年、年上、年下、どれがタイプですか？同い年か年上。理由を教えてください。年下をリードできる自信がないです。お姉さんの周りでは年上と年下どっちがタイプの方が多いですか？同い年か年上だと思います。やっぱりその結構年上の方が年下だとリードしなきゃいけないみたいなのが多いからですかね。最大でもし付き合うとしたら、年の差のある人と付き合うとしたらどれくらいまでなら許せますか？10歳ぐらい。No。上ですかね。15歳ですもんね。上、10歳上までだったらお付き合いできる。はい、じゃあ例えばその知り合った相手がもうとんでもなく大金持ち。What is this question?Okay, what if you meet someone who's mega rich or just your type? Damn. とかで、それからもうすっごい顔がタイプとかでも10歳以上離れてたらちょっと厳しいですか？山田涼介くんが30歳なので15歳。That guy looks pretty good for 30. 全然大丈夫。はい、全然大丈夫。好みだったら問題ないですね。はい、問題ないです。ありがとうございます。よろしければ年齢を教えてください。19歳です。ありがとうございます。じゃあ一つ目の質問なんですけど、年上、同い年、年下どれがタイプですか？年上。なんでですか？リードされたい。お姉さんの周りでは年上と年下どっちがタイプの方が多いですか？年下が多いです、うん、そうなんですね。なんか理由とかって知ってたりしますか？守りたいみたいな言ってました。可愛いってなっちゃいけないんですね。じゃあお姉さんが今までで、ね、付き合った最大の年の差の数って教えてもらうことできますか？2つ上。じゃあこれから誰かと付き合うってなった時に最大でどれくらいの年の差までならいけますか？4つ。なんでですか？なんとなく4つくらいなら話も合うしっていう感じですかね。もしすっごいお金持ちでよく SNS で話題に。 What is this question again?なってる社長みたいなぐらいお金持ちで、でもすごく年上っていう方とかと出会ったりしたらそれは無理ってなるっていう感じですかね、はい、そうです。そうなんですね、やっぱ年の近さも大事っていう。それがもし海外の方ってなった場合でも年の差の指標っていうんですかねは変わらないですか？そうですね。それではインタビューよろしくお願いします。 Why is she pushing them? But good for her for sticking to her guns. 最初にご年齢をお聞きしてもいいですか？はい、25歳です。ズバリ I have no idea how old these they areShe's 25. 年上、同い年、年下どれがタイプですか？年上。年上、なんでですか？なんか包容力ある人がいいんで、年上だったら包容力あってなんか包み込んでくれるかなみたいな。お姉さんの周りではどっちが多いですか？年上、年下のタイプ。年下が多いです。そうなんですね。男性の方が年下の人がタイプの人が多い。そうですね、うん、今までね、付き合った最大の年の差ってどれくらいですか？5歳。5歳。5歳上の方。上です。包容力ありましたか？あまりなかったです。これから年の差がある方と Disproven。お付き合いしますってなって最大でどれくらいの年齢の方とお付き合いできますか？10歳。上も下も下15歳になっちゃいますね。上は10歳で、はい、下は20歳ぐらいだったら。それはもし海外の人が相手だったとしても基本的に変わらないっていう感じですか？そうですね。まず最初に年齢を聞いても大丈夫ですか？19歳です。お姉さんは年上、同い年、年下どれがタイプですか？年下です。なんでですか？かわいい。じゃあ今までね、かわいいって思った最大の年の差ってどれくらいですか？2個下。そうなんですね。お姉さんの周りではどっちがタイプの方が多いですか？周りは上が多いです。今まで付き合った中で最大の年の差ってどれくらいありますか？2個です。2個上の方。下です。下の方。やっぱり年下が好きなんですね。これから誰かと付き合うってなった時に年の差のある人が相手だとしたら最大何歳ぐらいまで許せますか？上だったら8くらい、はい、8くらい。理由ありますか？なんか10は行き過ぎかなみたいな。その10歳差でめちゃくちゃ It's all arbitrary. 顔がタイプとかお金めっちゃ持ってますみたいな。 What is this question again? This reporter needs to chill.人と知り合ってもちょっと離れすぎかなっていう理由で無理ってなってますか？自分がもうちょっと年齢年取ったら大丈夫だけど今はちょっと。確かになんかその自分が上になったらその離れてもちっちゃく感じるみたいなのありますよね。まず最初に年齢を教えてください。15歳です。ありがとうございます。年 You need to stop asking 15 year olds。 同い年年下どれがタイプですか？年下と同い年です。理由を教えてください。は？はい、同い年は気があったりとか友達関係で恋に発展することが多くて、年下は普通に可愛いなって思うからです。そうなんですね。いくつぐらい年下までだったら可愛いなって思いますか？恋愛対象で見れるっていうイメージです。3歳ぐらいか2歳ぐらい年下ならいけるか。I think she's talking abstractly here. Or maybe she's really into 12-year-old boys. いけるかなって。もし自分が年の離れた人とお付き合いするってなった時に最大だったら何歳離れてる人までならいけますか？5歳か7、6ぐらいですかね。もしすごくお金持ちだったり本当に顔がタイプっていう。What if it was like a little boy that like had a lot of money then? 15歳とか年上の人と知り合ったら 15 years older? ちょっと年齢無理ってなっちゃいますか？いや、ならないです。ならないですか？好きだから、
なんだろうって感じです。じゃあもうすごく離れてたら30歳とか、それはさすがにみたいになりますか、ならないですかね。まあ、好きだったらなるかもしれないですけど、その時と場合によるかな。結構許容範囲をめちゃくちゃ広めって感じですね。そうですね。インタビュー中に失礼します、ほなみです。ぜひインスタグラムをチェックしてみてください。それでは続いてのインタビュー行ってみましょう。それでは年齢を聞いても大丈夫ですか。yeah, 年上、同い年、年下、どれがタイプですか。年上です。年上、理由を聞いても大丈夫ですか。なんか頼れるタイプ、包容力ありますもんね。確かにお姉さんの周りではどっちがタイプの方が多いですか。バラバラです。バラバラ、いろんなタイプがいるよって感じなんですね。じゃあお姉さんが今までに付き合った中で一番年の差があった方って何歳差でしたか。みんな同級生です。みんな同級生なんですね。これから年の差がある方と付き合うよってなった場合にどれくらいまでだったらお付き合いする範囲に入りますか。5歳とかですか。わかんない、わかんないですけど、じゃあもしそのじゃあ5歳以上、10歳差とかのもうすっごい顔がタイプとか、本当にとんでもないくらい優しいとか、すっごいお金持ちとかの方と知り合っても、ね、Would you stop with these questions? ね、ちょっと無理だよってなっちゃう感じですかね。なんとも言えないですけど。What if it's like super hot? Super rich? Let's go! わからないです。ありがとうございました。ご年齢をお聞きしてもよろしいですか。18です。じゃあまず1つ目の質問なんですが、年上、同い年、年下、どれがタイプですか。年下です。年下なんでですか。会社が年下だから。なるほど、いくつぐらい離れてる方なんですか。年下。お姉さんの周りでは、年上と年下どっちがタイプの子が多いですか。年上かな。実際年上の子と付き合ってる方っていますか。います。お姉さんが今までで付き合ったことがある最大の年の差ってどれくらいですか。3個上の方ですか。上です。その時は年上の方だったんですね。インタビューはいかがでしたか。街中の方にお話を聞いてみて、最大で10歳ぐらいまでだったら離れてても付き合えるよって方が多かったかなと感じました。私は本当に全く気にしたことがないので、赤ちゃんからおじいちゃんまで誰でもお待ちしております。そしてこの動画の他にも最近外国人が増えていることについて聞いてみた動画もあるので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。この動画をいいねと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録、そして動画の感想をコメント欄にお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 Yeah, she's a good player. Also, Japan tends to have a lot of thisexcess positivity, that I might call it that, but who knows, maybe they're just super happy all the time.